こんにちは。マッピーほッのえりなです。今日は photoshop で万華鏡のような効果をつける方法をシェアしていこうと思います。よく写真の中の被写体をいくつも周りにコピーしてペーストして万華鏡のように見せる写真があると思いますが、今回はそちらを作っていきます。まあ、かっこいいポスターなど作りたいという人はぜひ参考にしてやってみてください。このチャンネルでは主に photoshop や lightroom について、基本から学べる動画をアップしています。 フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているのでぜひそちらもチェックしてみてくださいではフォトショップでやっていこうと思いますでは一つ目のコピースタンプツールで顔をコピーしてペーストするをやっていきますはいでは今回使う写真がこちらですこちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので概要欄に URL を載せておくので同じ写真で練習したい人はぜひダウンロードして練習してみてください で今回真ん中に被写体がいるので被写体のの周りにに顔を万華鏡のよううコピーーししててペーストいいこうと思いますではこのあとコピースタンプツールを使って顔の周りに顔があるような編集をしていくのですが最後にレイヤーマスクを使って消したりもしたいのでまずレイヤーを1枚加えてそちらにコピースタンプツールを反映していこうと思います。 でコピースタンプツールについてはこちらの動画でアップしているので詳しく使い方など知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてくださいでは右下のプラスマークをクリックしてレイヤーを1枚加えていきますそしてこちらのレイヤーにコピースタンプツールを反映させていきたいのでこちらのレイヤーをクリックしているのを確認してツールバーにあるコピースタンプツールをクリックしますもしない人は右下に三角マークがあるツールを長押しして探してみるか また点々点も長押しして探してみてください。ではコピースタンプツールをクリックします。そして今加えたレイヤーの下のこの背景のレイヤーからコピーを取りたいので、上にあるサンプルというところの下マークをクリックして、現在のレイヤー以下またはすべてのレイヤーにします。これが現在のレイヤーになってしまうと、 この透明なレイヤーからコピーを取ってペーストするというふうになるので結局何も反映しなくなってしまいますなのでサンプルは現在のレイヤー以下または全てのレイヤーにして下からコピーを取って上でペーストするというふうにしていきますそして顔をいくつか周りにペーストしていくのですが何度も顔のコピーを取る必要がなくなるようにこの調整ありのチェックマークは外します。もし調整ありのチェッククマークがいいていると 一旦コピーしてそしてペーストしてまた違うところにペーストしようとすると別ののととこころのコピーーをペーストすることになりますなのでもう最初にコピーした顔だけを何回もペーストするというふうにするにはこのチェックマークを外してそしてペーストしていきますではここから周りに顔をペーストしていいこうと思いますではまずブラシのサイズを顔の大きさぐらいにしていきたいので大加工して小さくしたり大きくしたりしていきます 今回はこれぐらいの1700ぐらいにしたいと思います。そして顔のコピーを取るためにオプションまたはオルトを押しながらこのマークが出てきたら顔の真ん中ら辺でクリックします。そうすると顔のコピーを取ることができました。そしたらペーストしたいところに持ってきてそしてクリックしてドラッグして塗っていきます。そうするとこのように万華鏡の一つ目の顔を反映させることができました。そしてもう真ん中のコピーは取れている状態なので これをこのまままたペーストしたいところに持ってきてそしてクリックしてドラッグしていくと2つ目の顔をペーストすることができます。そしてもう一度被写体の顔のコピーを取りたいという時は一旦この加えたレイヤーを非表示にするために目のマークをクリックします。そして下のレイヤーをクリックしてオプションまたはオルトを押しながらまた顔をクリックします。 そうするとまた顔だけのコピーを取ることができるので上のレイヤーを表示にするために目のマークをクリックしてまた上のレイヤーをクリックしてこちらに反映させていきますではクリックしてドラッグしてそしてもう一度クリックしてドラッグしてというのを繰り返していきますそうするとこのように万華鏡のように被写体の顔をコピーしてペーストすることができました一旦ビフォーアフターを見ていくとこちらがビフォーでこちらがアフターです まあ今はちょっと顔がたくさんあってかぶっている状態なので少し怖く見えてしまうのですがこの後レイヤーマスクを使ってちょっとずつ消して自然になじませていきますでは2つ目のレイヤーマスクで消したいところを消すをやっていきますではここから元の被写体にかぶってしまったところをレイヤーマスクを使って消していきます では先ほどコピーしてペーストしたこちらの上のレイヤーにレイヤーマスクを追加していきたいので上のレイヤーをクリックしてレイヤーマスクをクリックします。そしてツールバーにあるブラシツールをクリックします。そしてレイヤーマスクで消していきたいので色は黒にします。そしてブラシをソフトエンブラシにしてそして大きさはまた大括弧で変えていきます。そして流量も少し減らしてちょっとずつ塗るようにしていきます。 そしてレイヤーマスクをクリックしているのを確認してこんな感じで被写体と被っているところを消すように塗っていきますでもし塗りすぎて消しすぎてしまったという時はブラシの色を X を押して白にしてそしてまた上から塗っていくとこのように復活させることができますではこんな感じで自然に馴染むような感じになるまで塗っていきますではこんな感じで仕上げることができました ではレイヤーマスクありとなしを見ていこうと思いますこちらがレイヤーマスクなしそしてこちらがレイヤーマスクありです元の被写体がしっかり見えるようになって結構馴染んだ感じになったかなと思いますでは3つ目のトーンカーブで明るさを調整するをやっていきますではペーストしたこちらのレイヤーをもう少し明るくしてより幻想的に見えるようにしていこうと思います ではこちらのレイヤーを明るくするためにトーンカーブを使っていきますでトーンカーブについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてくださいでは塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブをクリックしますそして詳しくはトーンカーブの動画を見てほしいのですがまず明るくしていきたいので真ん中らへんをクリックして上に持ち上げていきますそうするとこのように明るくすることができます そして少し暗めのところを暗くするには、下の方に点を打って下にドラッグしていくと、ちょっと暗めのところを暗くすることもできます。こんな感じで調整していきます。そうするとこのように明るさを加えることができました。でこのままだと、被写体のこの背景のレイヤーまで明るくなってしまったので、こちらの加えたレイヤーの方だけに反映させるためにクリッピングマスクしていきます。 でクリッピングマスクについてはこちらの動画でアップしているので気になる人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではオプションまたはオルトを押しながらトーンカーブと加えたレイヤーの間にカーソルを持ってきて下マークが出てきたらクリックします。そうするとこのようにクリッピングマスクすることができました。そしてこちらの加えた方のレイヤーだけにトーンカーブがかかって元の被写体はそのままの明るさになります。 でここでまたトーンカーブを調整するために左側のトーンカーブのアイコンもダブルクリックしてこんな感じで持ち上げていきますそうするとちょっと明るくなって幻想的に見えるようになってきましたではトーンカーブを閉じますそうするとこのようになりましたではトーンカーブありとなしを見ていこうと思いますこちらがトーンカーブなしそしてこちらがトーンカーブありですでは全体のビフォーアフターも見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターです 万華鏡のような感じの編集をすることができて結構かっこいいイメージにすることができましたはい今回は Photoshop で万華鏡のような効果をつける方法をシェアしてきましたまあ、普通の写真というよりかはまあ、結構かっこいい写真に仕上げたいという時はぜひやってみてください で他にも写真も使った Photoshop での編集の仕方については再生リストにまとめているのでぜひそちらもチェックしてみてください Photoshop で万華鏡のような効果を作る方法わかったよという人はいいねとチャンネル登録をお願いします見ていただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう